どうもこんにちは、チャックバスです。今回はですね、シティパスの紹介ということで、シティパスとはですね、シティパスっていうもの自体はいろんなところで販売はされてるんですけども、今回紹介するシティパスは、6つの観光施設の、入場チケットをセットで、販売しているもので、正規でね、ネットとかで、予約するよりかは、安く、入ることができて、現地でね、チケット売り場に並ばないでそのまま入場口に回っていただいてシティパス出していただくと券切ってくれて入場ができます。何よりいいのは本当にチケット売り場に並ばないってことですね。シーズンにもよるんですけども、シーズンによってはチケット売り場も混んでて、で入り口も混んでてみたいな、2回並ばなきゃいけないっていうのはね、ちょこちょこありますんでね、便利かもしれないですね。で、入場施設の一つのエンパイアステートビルですね。こちらは同日でしたら、日中に、1階展望台に入ることができて、で22時以降に同じチケットでもう1回入ることができます。チケットが半券みたいなのは返されますので、それで22時以降ね、入ることができます。ちょっと深夜、帰りが深夜になってしまいますので、深夜に、街中歩きたくないっていう方はちょっとできないかもしれないんですけども、でも帰り道はタクシーを利用するとか、いろいろ手はあると思いますので、本当に綺麗ですのでね、エンパイアステートビルの夜景はぜひ、見ることをお勧めします。それでは価格を見ていきたいと思います。シティパス自体が、6つの施設ですね、入場券セットで122ドルですね。ちょっと高いなと思ってる方いるかもしれないですけど、これ普通に入るともっとかかりますので、でウォータータクシーによるナイトクルーズ、これがセットにすると 15.50 ドルで、ウォータータクシーのツアーも一緒に入ることができます。でこのナイトクルーズ自体ですね、単品で買うと30ドルしますので、それも合わせて覚えておいてください。でベルトラではですね、ベルトラ独自のポイント制度もやってますので、この2つを買って、また他のツアーも、ね、ありますので、そっちでまたそのポイントを使って、ツアー組むのも悪くないと思いますので、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。それでは次に受け取り方法ですね。ベルトラで購入されると、購入後にメールで、引き換え券バウチャーではですね、メールで送信されます。これを紙にですね、プリントアウトして、現地に持っていくっていう形になります。でですね、主要の観光施設でシティパス本体と交換みたいな形になりまして、その時に、ID を求められることもありますので、合わせて覚えておいてください。私の感覚だとシティパスは入館できる施設で、どこでも交換できますので、困ったことも、交換できないみたいなトラブルにもなったことがないので、大丈夫かなと思います。で、現地交換がちょっとっていう方も中にはいらっしゃると思いますので、地球の歩き方っていうガイドブック出されている公式のホームページですね。そこでも購入できまして、でもちょっとやっぱり郵送料とかもかかっちゃうんで、ちょっとお値段は少し上がるんですけども、こちらはもう原本を自宅まで配送してくれますので、でそれを持ってっていう感じになりますかね。それでは簡単に今日のまとめをしたいと思います。やっぱりなんといっても費用が抑えられて、入場できてね、チケット売り場に並ばないで済むってことがやっぱり一番ですよね。シーズンによってはやっぱりハイシーズンっていうのがニューヨークにもありますので、その時期はやっぱりチケット売り場と入場両方やっぱり並んでることがありますので、どっちかがカットできるんだったらね、本当にそれは、カットできた方がね、時間の短縮にもなりますん で待ってる間ってやっぱりなんていうんですか、やることないですしね、やっぱり疲れちゃいますよね。はい、で私の感覚だと、入り口で混んでたのはやっぱりロックフェラーセンターと自由の女神のスタテントの入り口のフェリーですね。どこでもセキュリティチェックはあるんですけども、やっぱりこの2つは特段混んでた印象がありますね。
まあ、シティパス持ってるとチケット売り場で並ばなくて済みますんでね、おすすめしたいと思います。で、先ほどのベルトラ経由でね、シティパス購入されてウォータータクシー一緒に組むのが一番私はいいんじゃないかなと思います。私があのニューヨークの夜景でいろいろ、まあほとんどですかね、あの有名スポットの夜景スポットは見させていただいたんですけども、正直ウォータータクシーからのニューヨークの夜景本当に一番綺麗でしたから、はい、ぜひおすすめしたいと思います。今日の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。